こんにちは。ゼロ金利も解除ということで、いよいよインフレの足音が近づいている今日本経済の状況なわけですけども、この前の日銀総裁の上田さんの会見とかを見てても、賃上げと物価の上昇がどうだこうだとかって話をみんな、いろいろしてるわけですけども、実はですね、世の中の大半の人が物価とか賃金とか、あるいは株価のようなものを語るときに、名目と実質、この違い分かってないんじゃないかなってことに気づいたんで、もう超基本の木みたいなところからなんですけども、実は今日はここから語りたいかなと思いますけど、中山さん、はい、名目賃金と実質賃金ってどういう違いがあるか分かります？いや、その単語自体聞いたことないです。結論分かんないです。またこれ、好評なのでね、デカメも好評なのでね来た。給料30万円の人がいたとするじゃないですか、はい、で今年31万円に上昇したとするじゃないですか、この4月から。あ、1万円アップ、1万円アップ、はい、これだから 3.3% アップぐらいだよね。ところが今どんどんいろんなものの値段が上がってるじゃないですか。社会保険料がどうとか、まだこれはこれで別の難しい政治の問題なので、それはちょっと脇に置いて、今土地の、マンションとかも上がってます。家賃も今まで8万円のアパートに住んでたのが4月から10万円になるんですよ。例えばあるいはこいつは市民がさ、ドライブでガソリンの値段も上がってるじゃん。実はこいつはそう、30万円で30万円そうやって使って、やってたけど、もしかしたらさ、同じ生活しようとしてたらさ、物価が1割上がってたらさ、33万円になるかもしれない。例えば家賃が2万円アップ、ガソリン代が1万円アップ、スポーツクラブの会費もなんか最近の燃料費高騰により今まで8000だったところを1万円させていただきますとか、細々するのがあってさ、こうなった場合さ、彼はさ、生活がさ、月給30万円の人が31万円になってさ、お、収入増えたと思うんじゃない？普通だったら。でもさ、同じだけの生活をしてたはずなのに、家賃が値上がりました、スポーツクラブの会費も値上がりました、いつも行ってる定食屋の定食もラーメン屋も上がります、ラーメンも1000円の壁って言われてるのが今みんな突破しつつあるんだよね。そうっすよね。あ、ラーメン好きとしてやっぱそう思う？いや、もうはい、だいたい最近もう1050円とかよく見ますよね、うん、そうしたら今までと全く同じ暮らしをしてるはずなのに、必要な生活費が30万円が33万円になりましたと。この人生活楽になってるんですか？いや、楽になってないですよね。苦しくなってる。はい、逆に。これは、例えば当たり前だけど、これ、賃金は 3.3% アップしたけど、物価が 10% アップしたわけじゃん、これ。この人にとっては。そしたら、差し引き、マイナス6から7ぐらい。賃金下がったのでしょうね。例えばこれってさ、2万円の赤字でしょ？逆にデフレの時っていうのは、同じ生活しようと思ってても、まあ、例えば楽天モバイルみたいなのが出てきたりさ、昔の80円ハンバーガーみたいなのが出てきたりさ、同じだけの生活しようと思った時に28万円で済みます。そしたらさ、給料は変わんなくても、こっちの方が生活楽になった時に。確かに。給料が上がってないのに生活が楽になるパターンと、給料上がったけど余計それ以上に物価が上がったら生活が苦しくなるパターンと2つあって、ここで言う名目賃金っていうのがここからここの表面上の差だけど、実質賃金っていうのは例えば名目が 3% 上がってても、賃金っていうのは本当は何において意味があるかって言ったら、物を買うための生活水準を保つための購買力だったり、その生活水準に意味があるわけじゃないですか、賃金って。としたら、賃金が例えば 3% 上がろうが、物価がその 3% 以上上がったら、むしろ苦しくなってるじゃないですか。そうですね。まあ、もちろんさ、物価って一言で言うけど、これめちゃくちゃ深い話で、消費者物価指数とかさ、そういうのをさ、日銀とか見てんだけど、卸売物価指数とか。でも、例えば当たり前だけど、食料品が値上がりしても、食べ盛りの子供を抱えてる家庭と、全然食が細い年寄り2人の老夫婦みたいなのって、ウェイトが違ってくるじゃないですか。だから、実は物価が上がったって言っても、日本国民全体にとって、その感じ方っていうのは正直グラデーションがいろいろあるんですよ。いやー、俺さ、ワインとかウイスキー好きなんだけどさ、確かに円安になってるから今どんどん輸入が上がってて、ば辛いんすよって言われたところでさ、別にワインとかウイスキー飲まなくて死なんでしょみたいな、そんな高いワインとかウイスキー飲んで輸入物飲んでるからお前苦しいんですって言われてもさ、知らねえよって思うじゃん。だけど、まあこういう話で一言に物価ってでも実はめちゃくちゃ深いとこあるんですよ。例えばさ、パソコンとかさ、メモリー価格とかあるじゃん、あの SD カードとか、ああいうのってもう半年か1年ぐらいどんどん下がってるじゃん。下がってるんですね。あれってじゃあ物価がどんどん下がってることになるじゃん、ほっといたらね。だから消費者物価指数っていうのを実は真面目に計算しようと思うとものすごい難しいことになるんですよ。あれ実は、あ、職人芸みたいな世界がいろいろあるんですよ実は。まあそこちょっと立ち入らないけど、全体的に上がってるわけじゃないですね。まあもちろんそれを調整して、ある時を100と置いて今105になったとか、あるいはさ、たまたまさ、台風かなんかが直撃して野菜が全部ダメだったから、その時は野菜だけめちゃくちゃボーン上がってるけどって言って、よくあるのは生鮮食料品、その野菜とか、あとエネルギー、
費、これは結構乱高下が激しいんで、何が大事なことかって言ったら、表面上の数字が増えようが、本質的に経済において意味があるのは数字自体に意味があるわけじゃないじゃないですか。みんなの給料がさ2倍になったからって言ってさ、例えばハイパーインフレが来てビッグマックが1個1万円みたいな世界だったら意味あります？ビッグマック1万円理論的にはありえなくもないです、まあはい、意味ないですね。ないでしょ、はい、そういうことについて考えないと意味がないんですよ。金利って今これから上がっていくじゃない。金利が 3% っていうと、今までゼロだったところに、なんでゼロ金利だったかって言ったら、物の値段が上がらないからゼロ金利を上がった。ここで一番次大事になってくるのは、今これ皆さんに対して分かりやすくやるために賃金の話をしましたけど、投資において一番意味があるのは名目金利と実質金利の差です。名目金利と実質金利のさ、例えばさ、これから名目金利がさ 1% になるとするじゃないですか。名目金利って、名目ってのが表面上の金利ってことだけど、これ 1万円、 1% ってことはさ、例えば100万円を1年後100、1万円になるわけでしょ。いいの分かる？あ、はい。ところが今どん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 物の値段上がってるじゃないですか。例えばさ、金利 1% なんだけど、でも 1% もらうためにみんな国債買ったり銀行に預けたりするわけじゃないですか。ところがちょっと待ってください。今どん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 いろんなものの値段上がってるじゃない。まあ、分かりやすくてもいいや。お米でもいいや、極論。新米とか小米とかいうことは一旦抜くよ。お米を100万円分買っとくじゃない？お米。はい。これが1年後に、ただお米を置いとくだけで 3% 値上がりして103万円になるというふうにみんな思ったら、どう思います？これ損してますね。損っていうか、銀行に預けるよりお米はちょっと場所取るから、一番いいのは例えば金とかなんだけど、金 1g で、分かんない、 10g で、今だったら100万円するじゃん。これがさ1年後さ105万円とかになるかもしれないとみんなが思うんだったら、銀行なんか預けるより金買って金庫の中にしまっといて1年後売った方が良くない？そうですね。お金がさ金利で増える、名目金利の増えるスピードよりも物価の値上がりの方が激しい場合、これってさ、このまあこうでしょうか、これだから物価上昇率 5% でしょ。5% じゃん、105万円だから。そうするとここで 1% って言うけど、名目金利 5% 引く物価上昇イコール実質金利なんですよ。あ、ねえな、何が言いたいかっていうと、はい、ここでさあ、これ名目金利 5% じゃない、ここで名目金利 1% じゃない、はい、でもここ物価上昇率 5% でしょ。この場合は名目金利はマイナス 4% なんですよ。何が言いたいかっていうと、この状態で成り立つことっていうのは、100万円人から借金するじゃん。その借りた100万円で金を 10g 買いました。で1年後105万円になってます。売ります、105万円入る。この100万円貸してくれた人に、はい、金利 1% 乗せて101万円だよね。そうすると手元にいくらだろう、4万円残りますね、はい、借金して得だったってことじゃん。金利がマイナスってことはそういうことじゃん。キャッシュバックみたいにさ、うん、借金して戻ってくるわけですよ。借金したのにお金がむしろ増えてるわけ、手元に。こういうことが、名目の物価上昇率と名目の金利を比べたときに、基本的には金利の方が物価上昇率より上回ってないと、誰もバカバカしくてお金なんか貸さなくて、その貸してるお金だったら物買って寝かすといた方がいいじゃんってことになるじゃん。そうですね。ここってみんな分かってないよね。ああ。で言うと、なんかこうマイナス金利こう解除されたじゃないですか。だからマイナス金利が解除されて、金利が長期とか短期とかあるんだけど、金利が例えば 1% に上がったとしても、物価上昇率がさ今 2-3% 目指してるわけじゃないですか、はい、あ、 2% 目指してるって言うんですよ、日銀の公式見解では。 2% がちょうどいい、高すぎず低すぎずのラインだと。ちょうど今それが実現しそうになってるから金利上げていくよって言ってるんだけど、イールドカーブコントロールで今まで 1% までより下に抑えるって言ってたんですよ。ところがさ、よく考えてみたら、物価上昇率 2% の状態で金利を 1% に人工的に抑え込んでたら、マイナス 1% ってことじゃないですか、実質金利。いや、本当にそうっすね。だから金借りてるやつが得で、金借りないやつがバカって世界ですよ、それ。全然なんか状況変わってないってことですよね、こうマイナス金利解除しても。だからマイナスかっていうのは、マイナスかプラスかっていうのは名目の話なんです、はい、表面的な話なんですよ。それよりも物価上昇率との差において実質金利がどれぐらいの水準なのかってことが一番大事なんですよ。名目だけで行動してる人が損するっていうことは、
ですよ。そう、実質を考えられないやつ。とにかくだから言いたいのは、今マイナス金利解除って大騒ぎしてるけど、例えばさ、金利がこれから 3% になったとしても、毎年 5% 物価が上がっていくんだったら、引き続き実質金利マイナスのままじゃないですか。だから今って実質金利って言ったってさ、マイナス 0.1 とかだったわけでしょ。デフレって言ってさ、毎年 2% ずつさ、逆に物価が下がってる状況の場合で、マイナス 0.1 だったら、年後金利が 0.1 だったら実質金利何パーだ。マイナス 0.1 の名目金利に対して物価はむしろマイナス 2% ずつ毎年下がっていくデフレの状態、そしたら実質金利はプラス 1.9%。 そう、その通り。あ、岡山さんだいぶ最近コメント欄でもないですけど賢くなってないんだって。いやこれはさすがにわかるんじゃないですか。いやだから散々その緩和的とかね、引き締め的とかっていうのは、日銀の植田総裁でも緩和的かどうかっていうのは名目の金利だけ見て緩和的とかで実は決めれないんですよ。そこには物価の上昇率との兼ね合いにおいての実質金利という概念が常にあるんですけど、その実質金利という概念と名目の金利、あるいは賃金や物価の上昇率との関係ということをほとんどの世の中の人って分かってなさそうだな。これってなんか教えてくんないですか、誰かが。でもどうなの、最近だと高校の政治経済とかでこれぐらいまでやってんじゃないかなと思いますけどね。一応教科書の中には入ってた気がする。でもみんな分かってないでしょ。ちょ、やった記憶ないですね。僕政経専攻してたんですけど。これはどうなんですかね、大学の経済学部でいうともう1年生で習いそうなことですけど。この話が深いのは、実質の金利水準がどれぐらいだっていうことのためには、常にその将来の物価見通しがどうなるかってことじゃないですか。確かに、それどうやって決めるんですか。これはね、めちゃくちゃ難しいです。過去にどうなったかってことは、よくね、中央銀行の政策やってる時に、はい、それはバックミラーに映ってる話なのか、おしゃれに言うとフォワードルッキングとかって言うんだけど、要するに前を見ている話なのか、バックミラーの話なのかを、過去がこうだったからって言って未来がそうなるとは分かんないじゃないですか。だからそれをいい感じで、しかも日本経済とかさ、アメリカ経済とかっていうのがさ、先進国の経済ってめちゃくちゃ規模がでかいんで、タンカーの運転してるみたいなもんなんですよ、中央銀行の、総裁とかっていうのは。何が言いたいかっていうと、やべえって思った瞬間にハンドル切ってもすぐには回らないわけ。金利が上げたところで実体経済に影響を及ぼしてくるのにはタイムラグがかなりあるとされています。まあ普通半年とか1年ぐらい。物価ってなんか結果ですもんね。だからそういうので言うと、バックミラーの数字だけを見て、過去から上がってきたデータだけを見てっては遅い。だから早く先回りしてやんないといけないんだけど、先回りしすぎて本当はもっと伸ばしてもよかったところを早めにブレーキ踏みすぎたんじゃねえのとか、いや逆にブレーキ踏み遅れたんじゃねえのとか、あたこだあたこだ、ごちゃ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 言うわけよ。そういうことに対して、まあもうじっとこらえて黙ってやるしかないっていうのが、もう総理大臣みたいな、何やったって文句言われるんだけど、中央銀行の総裁とか中央銀行っていうのは。だからとにかく皆さん投資の判断する上で、名目の金利が上がってるんじゃなくて、今基調的に実質的な物価上昇とかがどれぐらいになってて、金利の実質的な水準がどこにあるのかってことを意識するっていうのは、もう投資家としては当たり前の態度なんですけど、みんな名目しか分かりにくいから考えないでしょ。もう一個言うと、今さっき社会保険料の話もあったけど、アベノミクスとか黒田バズーカとか、なんでインフレにしてきたかっていうことを、絶対に岸田さんとか安倍さんが生きてたとしても、黒田さんや上田さんは認めないけど、俺は日本政府の裏の意図として感じ取ってるのは、年金、老人の年金を1割減らすと言ったらどうなります？大反発、ね、大反発食らう、はい、それは名目を減らしたらバカでも分かるんですよ、減ったって。ところが名目を減らさずに物価の上昇率を上げてった場合どうなります？気づかないかもしれないじゃん。そうですね、物価上がったとかって言ってんだけどごちゃごちゃ言ってんだけど、例えば毎月年金が15万円もらえますって言ってもさ、ビッグマック500円の時に年金月15万円っていうのはビッグマック300個分じゃないですか。そうですね。ところがこれを12万円に減らすんじゃなくて、世の中が全部インフレになってて、ビッグマックが600円になりました。ただ年金の額が減ってません。ビッグマック250個分になるわけですよ、年金同じ月15万円。実質的な価値下がってんだけど、どうせさ、年寄りなんてさ、そんなお腹いっぱい食わないし、もう食も細いわけだからみたいな。まあ、いや、あくまでこれビッグマックの例えだから言ってるんですけど、何が言いたいかというと、政治的に年金の債務っていうか、要は国としたらさ、年金を払うって約束しちゃってるわけだから、それを帳消しにできないわけよ。それをただ実質的に下げるためにインフレにしてるっていう風なのには僕はずっと感じてます。それしか、この日本の高齢者がこんだけ増えてきて年金の問題が大変なことになってるのを下げていく、政治的に許容できる方策がないと思う。消費税の話もそういうことですか。消費税の話はちょっと違うな気がする。所得税ってさ、もう引退した人払わないじゃん、稼ぎが。
なかったら。だから消費税って別にじいちゃんばあちゃんも払うからね。そういう意味では、まあ、全世代に公平に負担される、まあ比較的公平な税金だと僕は思うんですけど、それはまあちょっと投資の話ではまた別に。ああ、まあ確かに確かに。とにかく今日言いたかったのは、名目の金利がマイナス 0.1 が1になったとかプラス 0.1 になったとか、そういう名目だけじゃなくて、その背後に必ず物価の変動との兼ね合いにおいて、自分の購買力とか、あるいは自分が調達しているお金の実質的な金利水準がどうなっているのかと、それに対して自分はどうポジションを取るのかってことがめちゃくちゃ重要なんだよってことを言いたいので、表面だけの数字見ずに、あるいはね、永山くんみたいな若い労働者諸君、はい、賃上げが何パーか知りませんけど 2% とか 3% 上げたぐらいででかい面すんなよと。いやそうですね、物価は 5% ぐらい上がってるんですよ社長。そういうことを言っても、まあ春報じゃないけど、そういうことを言ってもいいんじゃないかなと、まあ、思いますんで、ぜひこれはもうこのレベルが分かってないと、はっきり言って本当にまともな経済の議論になんないです、僕からしたら。ぜひ皆さん、すべて物価とか賃金とか金利とかを考えるときには、名目と実質の違いをよく考えましょう。そうは言ってもさ、3% ですらさ、賃上げできてるだけで、お宅の会社めちゃくちゃいい会社じゃん。俺、給料変わってないんだけど、こんな物価が今上がってきて、金利も上がってるって、給料変わってないんだけどって人いませんか？それはあなたの勤めてる会社がダメなだけなんじゃないですか。はい。ぜひ、羽ばたたく EX 登録していただいて、転職とか副業とかで収入アップしないと、これからね、物価とかが普通に上がってくんで、山猫っていうビスコンティか、あの監督だっけ、有名な映画のセリフがあるんですけど、変わらないでいるためには、変わり続けなければならない。非常におしゃれな政府があるんですけども、今までと同じような生活水準を保つためだけにも、物価の上昇に応じて賃金とか自分の収入を増やしていかないと、これから同じ暮らしできない時代が来るんで、ぜひ皆さん羽ばたく EX LINE から登録していただいて、私と一緒に収入も物価を上回る水準で増やしていこうじゃないですか。じゃあまた動画で会いましょう。